なんだなんだかな手書きの地図胸ポケットにしまって道中はでたらめで手探りで進んだ気がつけば俺も めちゃくちゃ集まってるじゃん。顔で笑った。演奏してんじゃん。おはようございます。シュです。いやー、天気がめちゃめちゃいいんで、めちゃめちゃ混んでます。今日はですね、このセロの修理が終わって初めてのちょっと遠出というか、そこそこの距離をツーリングにこのセロで行こうと思います。やっぱり北海道行く前にですね、ちょっとこのセロの調子をしっかり確認したいなと思いまして、で今日はですね、行き先は秩父です。よくよく考えてみるとセロでこの秩父を走るってあんまりなかったんで、なおかつですね、今日はあのリターンライダーのうなぎさんとセロー2台で秩父に行こうと思っております。ではこれの行きますか。シュうなぎさんと秩父ツーリングに行きます。うわめちゃ混んでるわ。おはようございます、シュです。おはようございます、シュです。どう撮ってるよ。そうだよね。モザイク入れろと。分かってますよ。声もダメですからね。今日は秩父行きますんで、私の大好きなコースなんですけど、ちょっとそれをご紹介します。はい。なんかご質問とかありますか。ここから青梅まで行って青梅まで高速なんで、まあ、1時間かかんないと思うんですよね。でそこ降りたら定番の写真撮影の有馬ダムに行きます。まずはそこまでよろしいですか。はい、じゃあ行きましょう。海の写真結構送ってくれるけどさ、あれバイク写ってねえじゃんみたいな。これ普通になんかの紙か壁紙の写真じゃねえみたいな。そう、あと海の写真と海鮮丼の写真だよね。バイクがねえじゃんみたいな。普通ツーリング行って
たらバイクと一緒に撮ったの送んねと思ってどうだった今千葉ですって書いてて最高です、大笑いです、なんか海の写真だけというあれこれバイクが置けないから海の写真だけ撮ってんのかなみたいな、どうやっててもさバイクと一緒に写そうって考えるのになと思って いやいや、これ初心者とかの問題かな普通のそう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 写真を撮るときはそんなに意識してないよ、うん、ツーリング先誰見ても愛車と一緒に写真撮ってるよね、あれ自分が写んなくてもバイクとの写真、バイクと風景の写真を撮るよね、景色だけ撮ってツーリングしてますっていうのはちょっとうなぎさんだけじゃねえかな、斬新すぎるよ全く不思議に思わなかったね、え、GoPro 買うの？うん、5万ぐらいかな、何でも欲しくなってさもう完全に泥沼化してんじゃん、欲しいなのにハンター株も欲しくて当然お金持ってるハンター株買うか GoPro 買うか全く比較する対象じゃねえんだけどね、何が分かってるのどういう比較なんだそれは面白いね、全部欲しいなのそうね、すごいな、一生アイランアイランで一応なんか一番先まで行ってくるっと回ってこの方向でみんな写すんだよね、でこれなんでかなと思ったら多分マフラーも写したいんだよね、バイクのマフラー側を写したいからここでU ターンするんだよね、どうなんだで、いい場所を2台行けるところを探そっか、なるほど、まあこの辺、あーでも水が少ないね、じゃあ秩父の町まで行きますか、山にこう雪があってね、またそれはね綺麗なのよ、雪が降るね、冬も楽しみも、そうもうバイクバカはねいつでも楽しいんだよ自然があるとなかなかね、そう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 、分かってるね、そう四季を楽しむという遊びだから、今後出かけた時はハンター株かな、大変な自然がハンター株だろうな、自然があるとなかなかねハンター株だからや、下道で来るの大変だぞここまでじゃあこの道をねずっとこの道を走るから前へ行ってもらっていいですか、もうだって演奏しないでしょ、演奏はしないよ、着きました、秩父といえば東大門さん、今日はうなぎさんと来ました、わあめちゃめちゃいるわバイク、わらじカツ丼最高でした、コスパ最高でしょ、安くてうまいお腹いっぱいだろ、では次定番ですがバイク神社に行きます、あとさちょっと俺まで行ったことないんだけど、そのバイク神社の近くに鹿がいるらしいのよちょっとそこも立ち寄りたくて、そこはねまだ行ったことなくて
鹿公園って書いてる。どこにいるんだろう。なこの中。あ、いた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 、いるいる。そこに鹿せんべい売ってんじゃない。うわ、ほんとだ、いた。うわ、めっちゃ寄ってくる。鹿せんべいくれると思ってんでしょ。買うの。めちゃくちゃ集まってんじゃん。めちゃくちゃついてきてるよ。すごいねこれ、飼育員みたいだね。すごいなここ。あ、すげえすげえ。終わったな。もういかんだ。すげえ。もう独り占めじゃんこれ。なるほど、さすがだね。ではこれから最高な道145に行こうと思います。来ました。じゃあ海老名まで行きましょうか。こっから100キロ。お風呂どうでしたか。ああ最高でしたね。じゃあ多分中央道が混んでるんで安全運転で海老名まで行きましょう。海老名に着きました。今日ですね、伊豆から急遽秩父にツーリング先を変えたんですけども、うなぎさんいかがだったでしょうか。あ、本当ですか。いやそれは良かったです。今日のですね、秩父の秩父から、甲府ですね、この145線は非常にいい道なんで、うなぎさん秘密にしといてください。
ありがとうございますじゃあ、またですね、秩父行きましょう。まだまだ見どころありますんで、はい。今日ですね、実際はですね、このセロを修理してからの、ロングツーリングのテストでもありました。まずですね、このデートナの、携帯ホルダー、そうなんですよ、iPhone 全く壊れることなく完璧でした。あとですね、電圧および、アフターファイヤーも大丈夫だったので完璧だったと思います。次回はですね、あと 1,2 回まあセロで、ツーリングをしてですね、いよいよ8月に北海道へ行こうと思っております。ではまた。Kiss of death instead of doing what you're doing, you get caught up in your head. Feet on the road with your eyes on the prize, inch by inch, one step at a time. You're losing hope when you can't find a way to speed up the timeline. But one day, though it might be a while, it's gonna be worth every mile if you just, oh, oh, oh.